前回までのシャケクマ。じゃあもう店長戦いたい。やりますか。店長でやりたいんだ。ちょっと待ってくださいよ。あのちょっとしゃべるね。アタックシャイです。行きます。いやー残念。ピンポン。じゃあ今日悔しいんで、欲しいんで、もう一回泣きのもう一戦。泣きのもう一戦動けない。お願いします。はい、じゃあ代わりにまた別の人間取れば。代わりにまだいるの？はい、まだいますよ。いるの？すごいデュエリストだらけだな、このお店。また会おう、愛とセクシーの神、筋肉デュエリスト、サラダ。またホビーステーションでよろしければ。休日に戻るんだよな。休日に戻るんだよな。じゃあ、あなたがデュエリスト。俺、デイちゃん。お前、デイちゃん。あの、なんか、あのどう見ても店員さんじゃなさそうな人が来たんですけど。よろしくお願いします。元店員なんで。あ、元店員なの。元店員。すごい店長、元店員まで召喚したんですか。あ、そうですよ。これ映ってるんですか？映ってます。やばい。やばい、やばい。これはやばい。やばいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。はい。じゃあ、最初はグー、じゃんけん、ぽい。おー、高校。はい。じゃあ、先頭もらいます。じゃんけんだけは伝承してんだよな。いや、いいや。じゃんけん大丈夫。じゃんけんだけのシャケと思わせないように、勝ってくださいよ、シャケさん。勝ちたい。なんかガチ勢っぽいんだけど、なんか一番ガチ勢っぽい人が来たんだけどねえ、なんか空気感違うよ、一人だけ。いや、めっちゃいい。はい、はい、じゃあ、セットします。セット2枚。はい、セリア、どうぞ。じゃあ、俺のターンです。流れが変わったな。ストロイですよ。はい、俺のターンで、はい、使いますか。出しちゃう、出しちゃう。リロード発動します。リロードいいっすよ。俺の魂のカード。さっきからこんな感じで。じゃあ5枚をデッキ戻してスタートします。なるほど、こうきたか。じゃあ俺のターンで、はい、サイクロン発動します。はい、じゃあこちらを。はい、はい、レモンの剣。レモン線、レモン線が割れました。こちら、エレメンタルヒーロー、アナザーネオスを通常召喚します。はい、よろしいですか？どうぞ。はい。で、マスクチェンジセカンドを発動します。はい。手札を1枚捨てて、自分の手札上のお手柄と呪文を1体対処して発動して、マスクチェンジ、マスク召喚を行います。考えません。はい。はい。このカードは、このカードはフィールド上で表側に手札を存在する限り、お互いプレイヤーは特殊召喚できない。なるほど。ね、で、それにチェーンして、はい、リフだからサイクロン取ってください。いきますよ。で、その効果は破壊できる。破壊できます。じゃあ破壊します。はい、OK。で、これの効果で、手札1枚捨てます。はい、で、アナザーネオスをマスクチェンジさせて、はい、こう。こうが効果を召喚します。で、まあ召喚したので、このカードは、相手のフィールドのモンスターの数かける500アップ、まあ1体ので、3000です。はい、ではアタックします。はい、こちらシャドルヘッジホープ。はい、これリバースした時に効果が戻るんですけど、はい、デッキからシャドルカードをマウントアップに1枚加える。なるほど、シャドルカードいい効果。ああ、どうぞ。はい、シャドールっていうデッキなんですけど。なるほど、はい、シャドールデッキ。そうです。ちょっとガチガチだ、ガチデッキだって。コメントがガチデッキだって。コメントやばいです。シャドールガチデッキだっていう。そうです。はい、じゃあこのシャドールフュージョン。なるほど。はい、こいつはまあ3000円。はい、はい、ではターンエンドです。はい、ドロー。シャドルフュージョンの効果で、相手の場にエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがいるときに、デッキから素材を落として融合召喚するんですね。強いなぁ。で、これ
ネクリブけど、ほうはいじゃあ、これにしてもらうはいネクリブ出た時に、はい、自分からシャドウを1枚取ってもらうんですけど、はい、ドンだからもう、私の顔情報で、はい、で、ピーストの効果と天井力でドローとサーチがあるんですけど、これちょっと長いもんね、ごめんなさい。いえいえ、どうぞ。申し訳ございません。はい、今すごいね、ぐるぐる回ってる。ぐる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 動くんですよ。ぐるぐる回ってるよ。はい、さあ、ドールドラゴン。はい。ドラゴン、強さの。はーい、ありがとうございます。はい。じゃあ、それでもカットです。はい。ですね。じゃあ、2分後にやったらはい、アタックですね。これ特殊召喚されたモンスターに対して特殊の効果で破壊しちゃうので攻撃力とかも関係なくなるほど、効果で破壊できちゃうんですね。破壊しちゃうんですね。らしいですね。らしい、そうだ、いやらしい。なるほど、なるほど。終わりはいまたですか、はい、では俺のターン、ドロー。どうぞ。このカード1枚伏せてターン終了。はい、ドロー。メインフェーズなんです。はい。今回使いません。はい。1800。はい。受けます。1800、射撃魔、1800のダメージを受けました。1800。はい。はい。2800。こちらも受けます。2800ダメージを受けます。はい。で、1枚セットして、検討します。じゃあ俺のターン、ドロー。はい、バレてる、バレてるそうきたかじゃあ俺のターンで、セルしていただきます。はい、じゃあドローします。スタンバイフェイズ、メインフェイズ。じゃあこれ、ドラゴン。ドラゴン表で、ね、はい、これ表になった時に、相手の場のカード1枚、ハンドに戻せる。ほう、何を戻しますか。モンスターを。モンスターを戻したんですか。モンスターおかしいな、こっちでいいと思うんだけどな。こっちでいいですか。いや、戻しちゃうんですよ。もらい受けましょう。はい、じゃあリザーブ1800受けます。1800くらいだったら受けましょうよ。2800受けちゃう。残りライフいつですか。残りライフですね、1600でございます。1600、はい、1900、はい、じゃあ受けましょう。やられましたね、そしたらあれおかしいな。ありがとうございます。一瞬でしたよ、店長。先輩ですね、店長。3人目が一番強いじゃないですか店長、流れ的にはどんどん弱くなって、やっとシャケさん勝ったねっていう展開じゃないですか。いや、ちょっと3人目が一番勝ちじゃないですかこれ今の遊戯王をしてもらおうというなるほどね、確かに。一つとして確かに、確かに、はい、シャケさんに分かっていただいたいと思います。いやー、はい、今のデッキ、申し訳ない。いや、やっぱテーマデッキとやっぱその、うん、今のデッキ、今回はシャドル、ね、はい、シャドルというテーマデッキをどんどんシャドルを呼んで、なんか強いの出して、で、どんどん融合していくっていう。そう、どんどん融合していく。なるほどね。はい、いや、瞬殺だったな。今、遊戯王こういうのが流行ってる。シャケ、もう一戦やってみますか。やってくれる人いるかな。あ、じゃないです。お、なんとお客様から対決者が。これはどうなる。新たな挑戦者です。新たな挑戦者。お願いします。よろしくお願いします。お名前お伺いしても。ハンドルネームメラゾーマです。メラゾーマさん、じゃあちょっと自己紹介こちらに。どうも皆さんこんにちは、メラゾーマです。よろしくお願いします。今日はね、火属性が強そうな方ですね。そうですね。すねみんなの愛する上級マッコで。お、いいですね。どのくらい遊戯をやられてるんですか。3年ぐらい。あ、結構最近なんですね。何をきっかけでやろうと思ったんですか。社会人なんですけど、社会人になってからちょっと周りの元なんか同じ中学だった、高校だった仲間さんがやり始めて、またやろうかみたいな。いいっすね、昔の仲間がやろうかって言って集まってた感じですね。当たってきたらまた見つけるけど。僕もあの動画拝見させていただいて。あ、本当ですか、ありがとうございます。ちょっと僕らも最初集まった時、10年前の時にあんな感じです。あ、本当ですか。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ先行後攻決めましょう。はい。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽい。し
負けたか、ついにじゃんけんで負けたってことは俺勝てるかもしれない。あ、本当ですね。じゃあ僕、高校じゃあ先行で、はい、お願いします。はい、ついに初負けですよ。大丈夫です。じゃあ5枚5枚で、はい、5枚5枚で、はい、よろしくお願いします。お願いします。そのためには行きましょう。なるほど、あー、どうしてね。なるほど、じゃあカードを2枚セットして、はい、モンスター1体守備領事でセット。はい、ありがとうございます。はい、じゃあドローします。はい、ドロー3枚、はい、ドローカードして、はい、終了です。はい、じゃあ俺のターン、ドロー。なるほど、そういうパーティーか。ドロップカードを渡します。はい、調整脱出装置と、ではこちらを置いてあります。はい、ハンドルに置いてあります。はい、で、こちらを攻撃表示にして、マスクチェンジステカードを使います。はい、で、捨てるカードは元々じゃあこちらを、はい、はい、よろしいですか。はい、どうも。はい、捨てます。で、ネオスに使ったので、フォーガを召喚させていただきます。では、バトルフェーズ、はい、で、アタック、はい、取ります。おぉ、2500ダメージ与えました。俺は痛い、ね、痛いですね。いいですか。はい、大丈夫です。で、メインフェーズ2で、はい、こちらのカードをセットしてターン終了です。はい、じゃあ、どうします。よぉ、スタンバイメイン。まずは精霊取りました。はい、ターン終了です。はい、俺のターン、ドロー。そっちがいったか。じゃあ俺のターンで、はい、バトルフェーズ、はい、フォーガーでアタック。はい、さあ、ではい、ファイヤーハンド、ファイヤーハンド、はい、お出て。このカードは相手によって墓地へ送られたときに、はい、フィールド、相手フィールドのモンスター1体を破壊します。普通に強え。その後、はい、デッキの中からアイスハンド1体を、はい、特殊召喚。もう効果ないから破壊する。じゃあ、はい、どうぞ。はい、じゃあデッキの中からアイスハンド、はい、はい、処理装置で特殊召喚。どうぞ。なるほどね。いいです。で、終わりました。じゃあ、はい、あ、エンドで大丈夫。はい、これはやばいよ。コメントでそのカードを見て何にできたなっていう予想が楽しいですか。結構コメント書かれてネクロスかな。あー、じゃあ、はい、ないです。パンマじゃいけないやばい。セグだから、はい、ブルーになってもネクロスこう出て、こう敵からネクロスものつけたとさします。おぉ、ネクロス当たったかな。当たりです。はい、じゃあネクロスものつけたカードはい、加えます。どうぞ。はい、はい、ユニコールのネクロス敵から刺します。はい、やったー。さらにもっとひどいこともう一回クラウドソラスのネクロス、はい、おデッキから儀式魔法を使って、はい、ネクロスの満潮です。どうぞ。はい、これ終わったらね、半分終わりました。はい、そしたらここでネクロスの満潮を発動します。こう、はい、このカードは、儀式を行う儀式魔法を渡すために必要なカードと、はい、素材をエクストラデッキから、なるほど。僕が出たら4と8、12の合計10番少しの持つモンスターを、はい、エクストラデッキから負けほう2体の同時。なるほど。特殊召喚成功時特殊召喚したってことですかね。じゃあ、奈落のフォトシャラを発動できるようですかね。そうですね、強い。それをやられちゃうと、じゃあこちらに行きたいと。おー、来たー。おー、上がったー、危ねー。
強いですね。あー、じゃあそう。じゃあどうしようかな。こうかな。こう、ね、まあこのターンは通常召喚は行っていませんので、はい、バベルだから、バイヤーというのは、なるほど、じゃあ、2体になります。じゃあ、やりますか、バトルフェイズ、はい、1500と、はい、1000のから受けます、合計で3000ダメージ。あぶねえ。メインツール、あ、メインツールだから、儀式の状況です。このカードは、自分のデッキからレベル7の不思議モンスター1体を加えることができる。なるほど。ああ、加えるのが、まず、2個。はい。さらに、もしに、儀式か魔法があれば、それも解除できます。おぉ。ほぉ。1600で攻撃です。破壊されます。で、破壊されて墓地に、一旦するんだ、デッキから浅戸海水越の広本を手札に加えます。どうぞ。手札に加えます。手札に加えちゃってください。はい。じゃあ、エアマン。はい、わかります。エアマンを手札に加えます。後からです。すいません。で、残りの1400で、はい、攻撃します。受けます。1400のダメージ。射撃も1400のダメージ。僕はこれ、ターンエンドです。はい、で、俺のターン、ドロー。俺のターンで、このカードを捨てて、じゃあ、ヤマを召喚します。はい、どうぞ。で、効果で、デッキからヒーロー。というモンスターを1枚手札に加えます。はい、じゃあバブルマンを手札に加えます。じゃあバトルフェーズ、はい、エアマンでこちらのアイスハートを投げます。はい、通ります。はい、400ダメージ。ベラゾーマさんに400のダメージ。はい、ではアイスハートの効果、はい、このまま破壊されて、はい、ではそのまま次に割られて、次に割られちゃうとですね、はい、残念やな。でここで、本当ですか？じゃあ大変。はい、どうします。うわ、勝ちだ。バンバン見た。でも俺捨てたのかな。で、プロスのマンの強化。はい、で、またこのタイプからできたら変わり、おお、どんなモンスターはい、エンドラのユニコールと指揮します。はい、では、ボスのこっちにアーティメプレイヤーと、はい、まで、アンバードがボスに送られるときに、デッキから儀式モンスター、または儀式カードを、また一緒に始まり、なるほど、加えます。強いなぁ。で、加えるカードが、これ切る。なるほど。これから、そう加えます。はい。戻り手で勝ったら2300円攻撃します。受けます。じゃあ500ダメージ。射撃も500ダメージ。じゃあファイアーマンドで1600。射撃も1600のダメージ。はい、じゃあ俺のターンドロー。なるほど、なるほど。じゃあ俺のターンなんですよ。俺のターンなんですよ。いや、もうね、起死回生するしかないっすわ。残り1500だもんね。じゃあこのカードを伏せます。で、このカードを発動します。おもらし全部破壊します。全部破壊。はい、終わります。全部破壊されました、はい、で、手札に何もないので、バブルマンの特殊召喚で、自分のフィールド手札に何もないのでバブルマンの効果ツードロー、ツードロー、初めて、これは熱い。
これは熱いです。これ特殊感ですよね。そうですね、特殊感です。これは熱いわ。じゃあ行こう、行こう、行きましょうぞ。まずは、じゃあ死者蘇生。おお、強い。で、シャドウミストを呼びます。はい。で、この効果で、特殊感したので、チェンジ、速攻魔法を手札に変えます。はい。で、強いね、引いたね。強い。ああ、大丈夫かな。で、マスクチェンジを呼びました。はい、どうぞ。で、はい、実は、増援。増援、増援。強いの引いたよね。やばいと思って。増援。いや、引いたな。強い。なるほど、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ手札にバブルマンを。バブルマン。おう。ということは、で、手札に加えます。はい。じゃあマスクチェンジ。で、シャドウミスト。はい。使います。はい。どう、大丈夫ですか。使いました。そうするとダークローが召喚され、さらにあ、そうか、一回しか使えないのか。はい。とはいえじゃあ。じゃあ手札に1枚しかないんで、はい、特殊召喚をしてもいか致し方ないかな。やめとこ、あ、いやいや、いいのか。特殊召喚します。はい、どうぞ。で、その2体をエクシーズ。はい、あれ、あで、じゃあ、アークナイト。アークナイトを読みます。で、特殊召喚したモンスターをエクシーズ効果を使って、あ、そうか、こうか。これバトルフェイスにも使えない。なるほど。まあ、とはいえ、そうか、忘れたぜ。そっかそっか、まあ、とはいえだな。じゃあ、ダークローでアタック。はい、取ります。100ダメージで除外。いいね。出されてるのか。で、あ、オーナーズアークナイトでアタック。500ダメージ。はい、500ダメージ。痛い。行きますか。はい、除外される。500ダメージ。これは辛い。熱い展開になってきた。辛いぞこれは。では、ターンエンドで。はい、どうします。熱いぞ。ドロー。ないな、手がないんですよ。どうしてくれよっかな。閉まるのか。戦時ゴッド。お、戦時ゴッド。はい、戦時ゴッドの効果。はい、このカードが召喚、反転召喚された時にデッキから儀式を再開。手段に加えます。はい、いいですよ。加えていいですよ。ね、加えるのが後ろネクロス。はい、ネクロス。できた。ダークローが、はい、スライディングを持ってたんですけど、2番目の効果がありまして。そうなんですよ。さっき説明した、その以外の効果を加えた。今加えたから、はい、効果が加える。なるほど。じゃあ、1枚で。でもこれ、なかなかちょっと、2枚に引っ越しされたくない。今何枚なんですか。今今のところ5枚中2枚。5枚中、そのうち1枚の方が引き合ったらなかなか勝てなくなってきます。頼むぜダークロー。いや俺か。ダークロー第2の効果。あー、全然除外。除外つえー、ダークロー、つえー、ダークロー、つえー、ダークロー、つえー。マジつらいな。まだ1枚セットしてトリシューラのネクロスを除外しました。エンドかな。ダイエンドで。そうですね、ダイエンドしかないです。終わりです。はい、では俺のターン。ドロー。いや、通常召喚で晴れると。じゃあこのカードを1枚伏せて、はい、じゃあアタックフェイズ。はい、まずはじゃあサイレント同じアートナイトでアタック。じゃあ700ダメージ。メラゾーマさんに700ダメージ。で、ダークローで攻撃します。取ります。取った。じゃあ2400ダメージ。まだ一応あります。1400。竹熊1500で、メラゾーマさんが1400。接戦です。じゃあターンエンドで。はい、じゃあどうします。ドロースタンバイメイン。あー、これは熱いぞ。これはもうやるしかない。それしました。はい。俺も
漢字ごとを紹介します。鑑定召喚、通常召喚、通常召喚、鑑定召喚、鑑定召喚、鑑定召喚。デッキから儀式モンスターまたは儀式カードをハンドに加えられます。どうぞ加えてください。いいですよ。で加えるとまたこう、そうですね、ダークローさんがいますから抜きましょう。いやー実際支部のネクロス、実際支部のネクロス、これがお願いします。はい、いやー、とりあえずそいつを抜けばいいんだな。そうですね、これ引っこ抜かれるとどう思う。お、価値が見えてきた。またがろ、お願いします。ファインドです。で、俺のターン、はい、ドロー。マスクチャージ、マスクチャージ、墓地にあるマスクチェンジとモンスターを出られています。はい、ではエアメン、エアメン、エアメン、はい、で、俺のターンでまだ、通常召喚してないので、はい、通常召喚します。はい、どうぞ。よろしいですか。はい、で召喚できたので、デッキからモンスターを1体加えます。はい、じゃあ加えるのは、はい、そうね、君に決めた、アナザーネオス、エレメンタルヒーロー、ヒーロー、アナザーネオス。では効果の処理後に、はい、で手札に加 加えました。加え終わりました。加え終わりました。その後、はい、その後マインドクラッシュ、何でしょうか。相手の手札のカード名を宣言して、それがあればあー、なるほどっていうので、はい、エレメンタルヒーロー、アナザーでも、はい、宣言します。はい、それでよかったの。じゃあ俺はマスクチェンジを使います。マスクチェンジを破壊した方がよかったんじゃないのかな。いや、マスクチェンジ逃げられちゃうんですよ。あ、そうなんですか。マスクの方のカードなんで、マスクチェンジにしちゃうと先にチェンジ。なるほどねー、神風。ああ、もうダメだ。じゃあ俺のターンで、ね、どうだろうな。じゃあ、まあ何から殴っても勝てそうな。じゃあサイレント、優しくさせてください。サイレントから、サイレントから、じゃあ攻撃して、はい、700、700、700ならメラゾーン、700で、ダークロフェ、アタック、カズカズでアタック、どうどう、やったり、悔しい。3年前に始めた、今もう一番強いと言われてるネクロスデッキに勝てましたよ。悔しい。よくやりましたよ。これ3回戦って掴んできたのかな。あ、本当ですか。いや本当に破ってもらいたいですね、これ。強い、ダークロは強い。そう、先ほど紹介したんですが、こいつがトップメーターのカードなんで。いやー、ダークロ強いですね。はい、いやー、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった、楽しかったです。熱かった、ありがとうございました。店長、約束通り勝てましたよ。藤本さん、しょうがねえから、はい、もう、こんな感じ選んでいいと。でまあまあまあ、戦いたいけどね、もっと強くなりたい、店長。いやー、まさかね、先取りコマドロハイが実現するとは。はい、これまたまたね、動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。